皆さん、こんにちは。このビデオでは、この10の漢字の書き方と読み方を練習します。じゃあ、始めましょう。ナンバー1からナンバー710までの漢字については、以前のビデオを見てください。下にリンクが貼ってあります。711番の漢字は、マウ、またはマイの漢字です。音読みはブです。マウはダンスをするという意味です。マイはナウ、名詞でダンスという意味です。712番は知識、ノリッジ、知識の識です。713番は財産の財、財産はアセット、プロパティなどの意味です。714番は貧しいの漢字です。音読みは貧または貧乏の貧です。711番はマウの漢字、お見舞いのマイです。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15。712番は知識の式の漢字。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19。713番は財産の財の漢字。1,2,3,4,5,6,7、これは貝、シェルの漢字です。お金に関係のある漢字に使われます。それから才能の才を書きます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、貝を書いて才。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。714番は貧しい、プアの漢字です。お金がない人は貧しいです。ですから貝が使われています。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11、これは1分2分の分の漢字。その下に貝を書きます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11。711番の漢字の読み方を練習しましょう。練習。下線の言葉はひらがなでどう書きますか？1番、舞、踊り、ダンス。舞と踊りとダンスは同じ意味です。舞う、これはバーブ、動詞です。舞う、踊る、ダンスをする。この3つも大体同じ意味です。2番、友人が入院したのでお見舞いに行った。
病院にお見舞いに行きます。3番、ダンスを習っている友人が明日初めて、for the first time、舞台に立つ。舞台はステージという意味です。ではもう一度一緒に読みましょう。1番、舞、踊り、ダンス、舞う、踊る、ダンスをする。2番、友人が入院したのでお見舞いに行った。3番、ダンスを習っている友人が明日初めて舞台に立つ。712番の漢字が使われている熟語や文を読みましょう。1番、知識、常識。2番、意識、意識的に。これはアドバーブです。無意識に。意識的にの反対の言葉は無意識にです。で、彼は意識的に、consciously, intentionally, 悪いことをやっている。彼は無意識に、unconsciously or unintentionally, 悪いことをやっている。では、もう一度一緒に読みましょう。1番、知識、常識。2番、意識、意識的に、無意識に。例、彼は意識的に悪いことをやっている。彼は無意識に悪いことをやっている。713番の漢字が使われている熟語や文を読みましょう。1番、財布、財産、文化財、文化財。これは文化的な財産という意味です。文化財。2番、死んでしまったら、財産など何の役にも立たないよ。ではもう一度一緒に読みましょう。1番、財布、財産、文化財。2番、死んでしまったら財産など何の役にも立たないよ。714番は貧しいの漢字です。音読みは貧や貧です。では読みましょう。1番、二人は、二人、the couple、二人は貧しいけれど、幸せな一生を送った。一生を送ります。lead a life。幸せな一生を送った。2番、貧乏な、イコール、貧しい。貧乏はアジェクティブ。貧しいはイアジェクティブです。で、彼は、貧乏な家庭に生まれ育った。ここに貧乏の代わりに貧しいを使っても OK です。彼は貧しい家庭、household、家に生まれ育った。ではもう一度一緒に読みましょう。1番、2人は貧しいけれど幸せな一生を送った。2番、貧乏な、貧しい。レイ、彼は貧乏な家庭に生まれ育った。715番は費やすの漢字です。意味はコンスームやスペンド、お金を使いますとか時間を使いますとか電気を使いますという意味です。音読みは費です。費用の費。費用、バジェット。716番は、資、資料の資です。会議の資料の資。717番は、賛成、アプローブ、アグリーの賛です。715番から717番までの漢字には、すべて会の漢字が使われています。715番は、費用の費の漢字です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59
3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。716番は資産、プロパティの資の漢字です。1、2、3、4、5、6。これは次の漢字。次の下に回を書きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。717番は三声の3の漢字。これは夫、ハズバンド。夫の漢字を2つ上に書いて下に回を書きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。では、715番の漢字が使われている熟語や文を読みましょう。1番、学費。これは学校に使うお金という意味です。スクールフィー、スクールコスト、エクスペンス。光熱費。光熱費は電気やガスに使われるお金という意味です。コスト。交通費。交通、トランスポーテーション費。食費。食事は食べるために使われるお金のことです。2番、この商品の開発には大きな費用がかかった。大きな費用は大きなお金がかかりました。3番、消費する。to consume。お金を消費する。時間を消費する。電気を消費する。消費者。consumer。では、もう一度一緒に読みましょう。1番、学費、光熱費、交通費、食費。2番、この商品の開発には大きな費用がかかった。3番、消費する、消費者。716番の漢字が使われている熟語や文を読みましょう。1番、机の上に会議の資料が置いてある。資料、マテリアル、ドキュメント。2番、会社の資本、会社の資本金。どちらの言い方も OK です。キャピタル、キャピタルマニー、ファンズ。3番、資源、資格、資源はリソース。資源、ゴミ。リサイクル、ゴミ、ガベージ。天然資源、ナチュラルリソース。資格は、例えばコンピューターの資格、教師、先生の資格、弁護士、ロイヤーの資格、などのように使います。では、一緒に読みましょう。1番、机の上に会議の資料が置いてある。2番、会社の資本、資本金。3番、資源、資格。717番の漢字が使われている文を読みましょう。1番、私はイアンさんの意見に賛成です。賛成、agree。 2番、減税案に賛成している議員は少ない。減税案、減税、tax
reduction。 案は proposal。 議員は国のダイエット、パーラメントのメンバーという意味です。ではもう一度一緒に読みましょう。1番、私はイアンさんの意見に賛成です。2番、減税案に賛成している議員は少ない。718番は越す、引っ越す、引っ越しの越の漢字です。越える、訓読みにはもう一つ越えるという読み方もあります。音読みは越です。719番は道路の路です。訓読みは道ですが、皆さんは覚えなくても大丈夫です。720番は身長、ハイト、独身の身です。訓読みはみです。718番は引っ越すの越すの漢字。1、2、3、4、5、6、7、これは走り回すの漢字。719番は道路の路の漢字。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。720番は身長の身、独身の身の漢字です。1、2、3、4、5、6、7、1、2、3、4、5、6、7、1、2、3、4、5、6、7。では718番の漢字が使われている文を読みましょう。1番、事務所を引っ越す、家を引っ越す、シフト。2番、ラオさんに引っ越しの手伝いをお願いした。ではもう一度一緒に読みましょう。1番、事務所を引っ越す、うちを引っ越す。2番、ラオさんに引っ越しの手伝いをお願いした。719番の漢字が使われている熟語や文を読みましょう。1番、道路、高速道路。2番、線路、進路。進路は自分の将来、フューチャーの進路、コース。One's path の時に使います。例、高校を卒業した後の進路はもう決めましたか？ではもう一度一緒に読みましょう。1番、道路、高速道路。2番、線路、進路、高校を卒業した後の進路はもう決めましたか？720番の漢字が使われている熟語や文を読みましょう。1番、独身、自分自身、身長、私の身長は152センチです。
のように使います。背が高いは身長が高いと同じ意味です。前身、出身、出身は自分の体が出たところ、 birthplace。 身近、これは自分の体に近いところ、自分に近いところという意味です。受け身形、受け身、例えば書くの受け身形は書かれるです。2番、出身はどちらですか、イコール田舎はどちらですか。ではもう一度一緒に読みましょう。独身、自分自身、身長、前身、出身、身近、受け身形。2番、出身はどちらですか、田舎はどちらですか。今日のレッスンは以上です。お疲れ様でした。